道警本部に集まったのは、日常生活に必要不可欠な重要インフラを担う道内24の事業者。社内のシステムがランサムウェアに感染した想定で対応を話し合い、共有しました。まあ、添付ファイルを開かなくてもですね、昨今ウイルスによる脅威という部分がありますので、回線を切断して独立した形に PC を保つと。道内では企業のパソコンがランサムウェアに感染したなどの相談が年に数件寄せられていて、道警は重要インフラの被害は道民の生活に直結するため、今後も事業者と連携を図って対策に万全を期すとしています。